こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。声がガラガラです。アッキーさん、キムさん、アンドゥさん、ケイワンさん、ショウタイさん、アンドゥさん、チンさん、シンバレラさん、ユートさん、村山やすしさん、ナオナオさん、あっちゃんさん、ギフトありがとうございます。今日は一日ずっと寝れた。全然お仕事ね全然お仕事ね。こんばんは。なんか悪化してない？んー、なんかね、本当にね、声ずっと低い声がずっと低い、もう。はい、声がガラガラです。咳がずっと治んない。そう、息がずっと治りません。治りません。ガラガラ。こんばんは。でも本当にマジで元気なんですよね。本当にそれだけで本当に症状はそれだけでそう、そう、もう本当に喘息みたいな感じです。本当に喘息、多分本当にこの寒暖差とかで肺が弱った。そう、だから全然言って心配することはない。いつものって感じです。はい、いつものです。うわ、疲れた。こんばんは。ひな、昨日12時間寝ました。しかも本当にバカなお話なのが本当にバカなお話していい？メイクとツインテールしたまま12時間寝てた。本当に大アホ。
さすがにムカつく。起きたらツインテールしてた。起きたらツインテールしてた。今日昼過ぎからお仕事だったんですけど、昼ぐらいに起きて、いやなんかめっちゃキモい感じすると思ったら全然ツインテールとメイクしてた。気持ち悪かった。普通にツインのまま行くわけないだろう。ツインのまま行くわけないだろう。そう寝落ちしました。そうコンタクトだけはちゃんと外してた。珍しく。もう本当にね、すごーくお肌に負担をかけて寝てしまいました。いやでも本当に昨日めっちゃ疲れてて、ショールーム終わった瞬間に多分寝落ちした。ショールーム終わった瞬間に寝落ちしました。そう本当に、こんばんは。いろんなのが重なってお疲れです。でもまあゴールデンウィークなのでね、すごいライブ三昧だったんですけど、また明後日かな、からまた明後日かからまた始まるので、しかもね名古屋じゃなくて名古屋か愛知なので、愛知なのでね、フェス出演させていただくので、タイムテーブルも出たかな。タイムテーブル出ましたね。ぜひ盛り上げに来てくださったら嬉しいです。おいしいご飯食べたい。おいしいご飯食べたいよ。おいしいご飯食べたいよ。お願いだから。
願いだからとても食べたいです。みんな来てくださる方気をつけて来てください。ありがとうね。クリスマスの時の会、そう、ラブライブでね行かせていただいたんですよ。あの時はめっちゃ寒かったな。めっちゃ寒かった。どんぐらいの服装で行けばいいんだろう。こっちより暑いのかな、こっちよりはマシなのか。寒いかな。寒くはないか。暑いかなの心配だわ。ごめんなさい。明日から5月、やば、それ結構やばい、やばすぎ。明日から5月か。やばいな。なんてこと。5月やばいね、普通に。もうその5月っていう、もう言葉がびっくりだもん。5月か。あと1ヶ月で今年の半分ある。やばいね、普通にやばい。もうどうしよう、怖いよ。時の流れが怖いよ。もうやだやだ、本当に無理、怖い。怖いよ。いや本当にやばいね。今年の夏は暑いらしい。いやだってもうこの時点で結構暑いもんね。この時点で結構暑いもん。普通にね。だってこの時点でこれだったらさ、夏どうなっちゃうのっていうお話だよね。
頑張って乗り越えましょう。本当に嫌だ、本当に嫌だ、もう嫌、もう嫌だ。もう嫌けど。そうだね、フェスも楽しみだね。野外、やっぱ夏といえば野外だよね。絶対にね、たくさん出れますように。ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。いや本当に早く、この体調はいいんだけどさ、この声とさ、この咳込むの早く治っていただかないと困る、困る困る。ではランキング読みたいと思います。13位ラッケノさん、12位カネちゃんさん、11位あーちゃんさん、10位正代さん、9位埼玉のおじいちゃんさん、8位ひろゆきさん、7位ティンバレラさん、6位マショウさん、5位キムさん、4位ジンさん、3位ユートさん、2位アンドゥさん、第1位ケンワンさん、ありがとうございます。ということで、声ガラガラすぎん。やだー。ということで終わりにしたいと思います。また明日も配信します。今日も一日お疲れ様でした。バイバイキーン、またねー、バイバイ、おやすみなさい。